どうもどうも、皆さんこんにちは。テックスタイルのテルです。さて、今日の動画は最新の iOS17.4.1 の不具合情報を皆さんにご紹介していきたいと思います。一応テックスタイルチャンネルでは iPhone や iPad、Apple 製品のね、何かこう問題、不具合発生している方は X の DM 相談または LINE サポート、この動画下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そこからお越しください。で、今回の動画ではこの iOS17.4.1 アップデートした直後に iPhone の動作が重たくなった、カクカクするとかですね、アプリを立ち上げるとクラッシュする、動作が重たいとか、あとまあキーボードの入力の反応が鈍いとかですね、そういった動作環境にまつわる不具合の相談というのが非常に多く来ておりましたので、今回はその原因と対処方法を分かっている範囲で皆さんにご紹介したいなと思っておりますので、ぜひね、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。ではスタート。では今回のね、この最新の iOS17.4.1 の、まあ、不具合相談として、まあ、一番多かったのが、アップデートした直後にですね、 iPhone の動作が非常に重たくなった、カクカクするとかですね、そういった相談が、まあ、非常に多かったです。で、そこに関連してディスプレイのね、このタッチの反応が鈍いとかですね、遅れて動作するとか、あとは、まあ、キーボードの反応も鈍い、ね、遅れて入力になるとか、カクカクするとか、あとはまあアプリ立ち上げクラッシュする、アプリの動作が重たいとかですね、そういった相談がまあこう比較的多かったのかなと思います。で、共通してみると、すべてね、この動作環境においてのまあ不具合相談というのがまあ非常に多かったのかなと思うんですけれども、まあ冒頭にも言ったようにですね、これらの問題というのは皆さんが使っている例えば iPhone の利用環境であったり、使っている iPhone のモデルによってね、ちょっと原因が違ってきたりだとか、対処する方法というのがね、若干違ってきたりするんですよね。なので、詳しくね、こう相談してほしいという方は、X の DM とかね、LINE サポート、この動画下の概要欄の方に URL 貼っておりますので、そこからお越しいただければなと思います。あくまでも、この動画で紹介する原因対処方法というのは、まあ、いわゆる基本的なところをね、お伝えしたいなと思っておりますので、まあ、そのあたりね、ちょっとご理解していただきながら、まあ、動画見ていただければなと思います。まずはですね、まあ一つ目なんですけれども、まあ、皆さんが使っている iPhone のモデルが何なのかっていうところなんですよね。比較的、まあ15や14、13であれば、iPhone のね、ストレージの容量っていうのは、まあそこまで圧迫してないのかなと思っております。ただまあユーザーさんによってはね、まあお子さんの写真とか動画とかね、たくさん撮られる方もいっぱいいると思いますので、そもそもこの iPhone のストレージの容量が圧迫していると、やはりね、iPhone の動作環境にかなり影響してきますので、まずはね、この iPhone のストレージの容量を確認しに行ってみてください。これは iCloud の容量とは別です。iPhone のストレージ容量ですね。まあ、そこを確認していただいて、まあ、容量が圧迫しているかどうかちょっと見てみてください。で、比較的ね、やっぱり古い端末使われている方であれば、ストレージの容量をね、圧迫している可能性が、まあ、ちょっと高くなってきますので、そういった方は、例えば不必要なものであったり、まあ、データとかね、まあ、必要ないものであれば削除するとかね、使ってないアプリがあれば削除するとか、あとは必要なアプリであったとしても、そのアプリ内で、例えばキャッシュデータのクリアであったりとかね、そういったね、こう、動画編集のアプリとかね、写真編集のアプリって、結構ね、ストレージの容量を食ったりしますので、そのアプリ内でのキャッシュの、ね、データクリアをしていただければ、意外とね、この容量の空きスペースが出たりしますので、まあ、それらね、一度ちょっと確認してみてください。まず一つ目はこれです。ね、ストレージの容量。iCloud の容量とは別なので、そこは気をつけてください。そしてもう一つが、まあね、今まで普通に使えてたから大丈夫と思われている方もたくさんいると思うんですけれども、iPhone のケースやフィルムですね。特にフィルムは影響が可能性高いのかなと思うんですよね。iPhone のディスプレイというのは、まあ、細かいセンサーがたくさんついておりますので、今まで大丈夫だったとしても、突然ね、こう不具合を起こす、まあ、原因になったりだとか、まあ、干渉してしまったりとかですね。例えば、まあ、お風呂場とかにね、たまに持っていかれる方とかであれば、そういったところが原因になってしまって、まあ、そこが常にこう引き金になって、こうカクついたりだとか、反応が鈍くなったりだとか、そういう可能性がありますので、どちらにしても何か問題があったときに Apple サポートに連絡すると、ケースやフィルムを貼っている場合はそのほとんどが一度外してみてくださいっていうふうに言われるかと思います。なのでこういった動作環境が鈍いときの一番疑うところはストレージ容量なんですけれども、次に疑うところとしては iPhone のケースやフィルムといったところになりますので、一度外してね、
同じ症状が出るかどうかっていうのを試してみてください。そしてまあ3つ目なんですけれども、まあ、キーボードの反応っていうところで言うと、多くの、ね、ユーザーの方が、まあ、しめじアプリとかね、こうインストールして使われている方も、まあ、いると思うんですよね。まあ、しめじアプリはね、僕はあんまり推奨はしていないんですけれども、このしめじアプリが、まあ、こう原因となってね、このキーボードの入力がちょっとうまくいかなかったりするケースは、まあ、これまでにもたくさんありました。なので、このしめじアプリを入れている方は、一旦削除して再インストールするとか、まあ、そういった対処方法が必要なのかなと思います。なので、キーボードでね、何かこう問題を起こしている方で、しめじアプリ入れている方は、一旦ちょっとそれを消すっていうことをやってみてください。そして、そういったしめじアプリ入れていない方は、このキーボードのリセットを行ってみてください。まあ、学習のね、この変換学習のリセットをやってみてください。まあ、それで改善できるのかなと思いますし、まあ、フィルムやケースを剥がしてリセットをやっていただいて改善したっていうパターンもありますし、まあ、今僕がお伝えしている1番目、2番目、3番目、これは複合的にこう重ねて対処していただければ、まあ、改善しやすくなるのかなと思いますので、もしキーボードに何か問題ある方は、このリセットをやってみてください。そして4つ目なんですけれども、4つ目はね、アプリに関する、まあ、カクつくとかクラッシュするとかね、動作が重たいとかね、まあ、いろんなこう問題を引き起こしている方もいるんですけれども、アプリの場合はですね、該当、ね、何か問題を起こしているアプリを一旦削除して再インストールを行ってください。当然その前に使っているアプリが最新のバージョンになっているかっていうのはね、当然必須の確認なんですけれども、それでも改善しない場合は削除、そして再インストールを実行してみてください。その中には、まあ、LINE の通知、Instagram とかね、まあ、いろんな通知関連のアプリの問題のね、こう相談も非常に多くあったんですけれども、それら通知問題に関しては、アプリの削除、再インストールで、ほとんどが改善しております。で、LINE のアプリに関しては、このバックアップっていうのが、すごいね、重要なポイントになっておりますので、LINE に関しては、削除する前に必ずバックアップデータがあるかどうかっていうのを確認しておいてください。インスタグラムとかね、例えば X とかになってくると、サインインができればね、まあこれまで通り使えることになりますけれども、LINE に関してはね、こう写真データ、LINE の中に入っている写真データとかね、トーク履歴っていうのは iCloud のバックアップとまあこう関連しておりますので、必ず LINE のアプリ削除する前にバックアップデータがきちっとあるか、バックアップが取れてるかっていうのを確認してから操作するようにしてみてください。それが4つ目です。そしてまあこれがね、最後になるんですけれども、5つ目。皆さんが今この iOS17.4.1 って実はこれね2つあるんですよ。同じバージョンが2つあるんですよね。でほとんどの方が1つ目の最新の iOS17.4.1 がまあアップデートされたと思うんですけれども、これね Apple の公式でも詳細がちょっと出てないんですけれども、ただ 17.4.1 が2つ存在しているのは間違いないです。で実際に僕も 17.4.1 をiPhone 上でアップデート、Wi-Fi を使ってアップデートしたんですけれども、その後に Mac のパソコンで 17.4.1 をもう一度アップデートしております。これバージョンがね、236と237かな。ちょっとまあ一つ数字が上がってるんですけれども、まあ、これね、まあ、皆さんパソコン持っている方であれば、パソコンと iPhone を接続していただければアップデートすることは可能です。そしてもしパソコンを持っていない方で、17.4.1 のままの方は、もうその状態のままでも問題がなければそれで OK です。ただ、iPhone を使っていく上で致命的なこう問題を発生している方であれば、まあ、直営店であったりだとか、正規の代理店、Apple の代理店等に行っていただいて、まあ、アップデートしていただいた方がいいのかなと思うんですが、今のところ、僕のところに来ている相談の中では、この最初に出た 17.4.1 で、まあ、致命的な問題を発生させている方はまあいらっしゃらなかったので、まあ、ここに関してはまあ問題がなければまあそのままでもいいのかなと思います。ただパソコンを持っている方はね、まあ、Windows であれ、Mac であれ、アップデートできる方はまあアップデートしておいた方がいいのかなと思いますので、ちょっとぜひやってみてください。で、その上で、まあ、僕もね、同じように問題発生したんですけれども、この Mac とまあパソコンとね、これは Mac、まあ、Windows 関係なしに接続した際に、リカバリーモードをね、こう要求されるんですよ。本来はアップデートできるんですけれども、何かこう問題がこう原因がわからないんですがバグってて、リカバリーモード、ね、これ強制的にこう初期化を促すような画面が出てくるんですけれども、それは決してまやらないようにしていただければなと思います。そこで一旦接続を外していただいて iPhone、ね、強制再起動していただいて
もう一度接続し直すとアップデート僕はできましたので、もし Windows パソコンであったり、まあ、Mac の、ね、パソコンにつないで強制のこうリカバリーが表示された場合は、それを実行するのではなくって、それはキャンセルをしていただいて、接続 iPhone 外して iPhone 本体を再起動してもう一度接続し直してみてください。おそらくそれで同じ数字 17.4.1 なんですけれども、アップデートすることができますので、できればねちょっとやっていただければなと思います。なので今回はこの iOS 17.4.1、 実は2つこうアップルからねこう配信されているんですけれども、まあ後者の方ね、237の方なのかな、ちょっと数字忘れちゃいましたけれども、後者の方がまあ最新のバージョンになっているのは確かだと思いますので、パソコンを持っている方はそちらにアップデートしていただければなと思います。そのあたりね、ちょっと詳しい情報を聞きたい方であれば、まあ、X のね DM 等していただければ、僕の方から回答させていただきます。では今回の動画ではですね、この最新の iOS 17.4.1 アップデートした直後にですね、 iPhone の動作環境が重たくなる、カクつくとかですね、キーボードの反応とかディスプレイの反応についての、まあ、原因と対処方法をお伝えさせていただきました。あくまでもね、基本的な対処方法となりますので、まあ、これらをやっていただいても改善しない場合は、直接ね、相談に来ていただければ、僕の方からもちゃんとね、対応させていただきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひ、X の DM、LINE サポートを活用していってください。では、本日も最後までご視聴していただいてありがとうございます。ではまた。